パンダです。今日もパンダの日本史頑張りましょう。今日の問題はこちら。7世紀後半の東アジア情勢やは日本の対応策について述べた文として誤っているものを次のうちから4文字から1つ選んでください。さあ今日は白村江の敗戦とか、ね、この辺りが結構大事ですけど、丸4番も注意ですよ。さあ答え聞こえましたか。では1番から解説をしていきます。丸1、当新羅の連合軍が高句麗を滅ぼした。これは先ほど言った白村江の戦いが663年です。663年に白村江の戦いが起き、その後です。ちょっとここ細かいんですけど、668年に高句麗は滅亡しています。この文は正解です。そして丸2番、朝鮮半島は新羅によって統一された。これも丸です。先ほどの1番、668年に高句麗が滅ぼされたと言いましたけど、その後676年に朝鮮半島は新羅によって統一されたんです。それから丸3番、白村江の敗戦後太宰府を守るため大野城を築いた。そうですね、これも丸です。大野城って何かというと朝鮮式の山城なんですけど、みんなピンとくるかな。イメージとしては万里の長城みたいに山のてっぺんにこう石垣みたいなのをずわーって作るんだよね。それで山の方から太宰府を攻めてこられないようにしました。また太宰府の反対側には堀を作って、敵がね攻めてこようとしたら、ここに太宰府があるんだけど堀があるから渡れないしってなるように、水を張っておいたんだよね。それを水木、水の城って書いて水木って言います。合わせて覚えておきましょう。最後、丸四番です。これが間違っている文です。高徳天皇は都を近江大津宮へ移した。さあ、ここどこが間違っているかわかるかな？高徳天皇ってまず誰かというと、じゃあ今日のパンダのポイントいくよ。じゃん。はい、いいかな。飛鳥時代の天皇と都をまとめてみました。まず推古天皇、これは聖徳太子と一緒に政治をした女性の天皇だね。そして今赤が引いてあるんですけど、赤いところが女性の天皇です。男性と女性が交互に行っています。また推古天皇の次、除名天皇、この時に遣唐使が630年に大夫さんだったかな、犬神の三田助さんが派遣されます。その後宝玉天皇が即位します。この時に有名な五子の変と大化の改新が始まるわけですけど、その時には高徳天皇に変わります。そしてその後改新の御事が発表され、その次に天皇になる人は斉明天皇です。ですけどこの人は先ほどの光玉天皇ですねと同じ人です。もう一回天皇になりました。そのことを何というか、ここポイントだよ。長祖と言います。重ねるという字書いてね、長祖と言います。その次がまた天智天皇です。いいかな、この順番を覚えてしまいましょう。で隣に都を置きました。都です。推古天皇の時は聖徳太子の飛鳥文化だよね。だから都は飛鳥です。蘇我氏が勢力を保っている時代です。ですけど大化の改新とかで蘇我の由香さん殺されますね。その時が光玉天皇の時で、その後光徳天皇に変わった時に都を飛鳥はもう蘇我氏がいたところだから嫌ってなって、何は大阪のところね、何はに移しますが、その後近江大津宮に移るね、天智天皇の時です。これは斉明天皇の最後の時、663年ですねに、白村江の戦いっていうのはね、朝鮮半島で起きるんです。そこで日本は百済と手を組んで百済を助けようと戦うんですけど、唐と新羅の連合軍に敗れてしまいます。ということは次に日本が攻められるかもしれません。なので海の近くの庭ではなく内陸で滋賀県の近江大津宮に都を移したわけです。はい、
今僕が言ったこと、次は自分一人で全部スシャーって言えるように勉強してみてね。ちなみに近江大津宮の時の天皇は誰だったかな。ほらほら、近江領とかさ、皇后年爵とかした人だよ。天智天皇だよ。天智天皇、天武天皇、持統天皇、この後の三代の天皇のとこってすごくややこしくて、よーく試験に出るからよく勉強しましょう。というわけで今日はここまで。ありがとうございました。なんでいるか、僕はパンダの日本酒で有名なパンダですよ。知らないの君、人生損してるよ。なんだっけ。というわけで、Always be ambitious。 まずはチャンネル登録してね。